菊里沢蛇は、ナミヘビか沢ヘビ族に分類されるヘビ。沢ヘビ族が属する、ナミヘビかユーダーかは、ユーダカであるという説もある。日本固有種全長50から60センチメートル。東道長45から55センチメートル。全額版は1枚だが、不完全な方向線があり2枚あるように見える個体も、いる。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の、 数は15。総排節口周辺や尾を覆う鱗には筋状の隆起が発達するが、その他の鱗には黄色がない。背面の体色は黒か四色で、体側面に黄色や大々色の反転が入る。胴体覆面の体色は単光色で、お覆面の体色は暗色がかる。微光は分担より認知し、髪型に開口する。青蛇属の構成種と記載され。 9和名も菊座と青蛇だった。1965年に2頭目、1982年に3頭目が発見された。これらの標本から分類学的再検討が行われた結果、サワヘビ属の構成種であるとして、和名も菊座とサワヘビに変更された。 産地にある原生林やスダジーからなる二次林内を流れる渓流に生息する。日本に分布するヘビでは唯一は和は水性。主に午前中に活動する。野生下では25分以上、飼育下の止水中では最大12分30秒の潜水例がある。食性は動物食で主に荒本サワガニやクメジマワガニの地ガニを食べる。またカエルの妖精、魚類、 昆虫、甲殻類も食べると考えられている。10月に飼育過個体の体内から11個の卵が発見された例がある。和名は1956年9月15日に本種を発見、採集した菊里京たちに由来する。分布が限定的であることに加えて、開発による生息地の破壊、水質汚染、漁業による、 混宅、人為的に移入されたウシガエルによる捕食などにより生息数は減少している。沖縄県の天然記念物に指定され捕獲や飼育が厳しく制限されているが密漁も懸念されている。1990から1992年にかけて沖縄県教育委員会が26日間の生息地調査を行ったが5頭しか発見されなかった。1995年に 種の保存法により、国内気象野生動植物種に、指定、1998年に生息地が、ウエグスクタケキクザトサワヘビ生息地保護区に、指定、1985年に、沖縄県の天然記念物に指定されている。絶滅危惧アイ、e、ありがとうございます。